JRA は11日、藤岡浩太騎手が死去したと発表した。35歳、同騎手は6日の阪神 7R で落馬、頭部と胸部を負傷。入院過量していたが、10日午後7時49分に帰らぬ人となった。同じ競馬学校23期生だった丸田京介は、見ホトレ線で早すぎる死に涙を溢れさせた。丸太は、浩太の活躍する姿を僕も励みにして頑張ってきた。 何度も元気をもらったし、一緒の時間を競馬学校で過ごせてよかったです。本当にありがとうと言いたい。夢半ばでこういう形で終わってしまったけど、お疲れ様でしたと言いたいです。コウタは影響力のある人間だったし、ずっと格好良かった。人を笑わしたり、気配りもすごくできた。こういう事故があるスポーツでギリギリを攻める気丈も尊敬していました。 あいつのためにも、これから恥ずかしくない競馬をしたい。今はゆっくりしてほしいです。と何度も言葉を詰まらせた。